こんにちは、牧野直太です、今日は9月14日の火曜日です。明日ね、水曜日なので、牧野定休日なので、今日は僕らにとっては土曜日なんですけども、毎日ね、本当に多数採用いただいてまして、水圧洗車でラッピングね、夜遅くまで、させていただいてます。なんとかね、クオリティ高く、納期に間に合うようにね、皆さんのお車を仕上げてますんで、期待してください。はい、で今日の動画はまたいつも通りね、国産輸入車問わず、週末の作業からずっとかな、数台撮れてますんでね、この後楽しんでください。それでは今日の動画スタート。こちらは、T 様のゴルフ R になります。今ね、リフトアップをしてるんですけど、今回は待ちに待ったタイヤホイール交換なんです。ね、これもう数ヶ月、4ヶ月5ヶ月ぐらいかな、お待ちいただいてた商品で、レイズの、G025 ですね。こちらのマットガンブラック19インチ、これを、オーダーいただいております。で、この黒のボルトでハブリングなんかもね、準備しておりますので、新調でまた交換していきます。はい、今ね、フロントホイールを外しまして、これ以前ね、カーベイのバージョン2、車保長にね、交換させていただいてまして、R なので、電子制御ダンパー車なのでね、この i シープ製のキャンセラーを組み付けてます。以前ね、一緒にカーベイ主催の走行会にね、出ていただいて、サーキット走行にハマってはる、ゴルフ R なんですね。まあこの足元でね、レイズが今からつきますんで、超軽量な19インチがつきますんでね、さらにドライブが楽しくなると思います。はい、では引き続きやっていきます。はい、今日はね、12日の日曜日なんですけど、あいにくの雨で、ただもうね、多数ご来店いただいておりまして、作業の方をどんどん進めていきます。今ね、先ほどご紹介したゴルフ R ですね、タイヤホイール装着もう終わるんですけどもね、新しい足元でね、この雨の中ご納車はちょっと心苦しいんですけども、もうこればっかりはしょうがないです。自然には勝てないですね。はい、ではこの後いろいろやっていきます。はい、 T 様の、ゴルフ 7R ですね、タイヤホイール取り付け完成しました。どうですか、純正のね、18インチから比べるとものすごいイメチェンしましたね。むちゃくちゃシャープな G025 のこのスポーク、1インチアップなんですけどね、なんかすごく大きく見える。多分スポーク先端がね、この細いスポーク先端がほんまにこのリムの、5ミリぐらいのこの縁のシルバーのとこまできっちり伸びてるからでしょうね。足が長いでね、まあこの細さで、このナットホール外側のこういう肉抜きとかね、まあ機能美ですよね。単造ワンピースのレイズのボルクレーシングで、この肉抜き、これたまらないですね。素晴らしい。これでね、本当にワインディング、サーキット走行、いろいろね、楽しんでいただきたいと思いますね。またね、本当にマッキナでもね、サーキット走行会みたいなのをしてみたいんですけどもね、ちょっとまだ緊急事態宣言中ですしね、実現できるかどうかわからないですけども、一回また考えてみようと思います。はい、 T 様ありがとうございます。はい、こちらは素晴らしいローターキットが入荷しました。いつもカスタムしてくれる、H 様のアルファロメオジュリエッタなんですけどもね、美容製の、ビッグローターキット前後、こちらを、ご購入いただいて、装着させていただきます。で、フロントがね、美容の345パイですね、これの、ドリルドスリットローター、ドリルドこの穴ですね、これと、スリット両方こう入ったね、贅沢な仕様です。でベルハウジングは、ゴールドで今回、ご注文をいただいて、ホイールの中からね、ものすごいこう華やかな、足元に決まると思います。でリアは、330倍ですね、こちらの同じくドリルドスリットの、ゴールドベルハウジング仕様ですね。この内容で、組み付けという形です。でまあ、ビッグローターなのでね、
もともとジュリエッタ、ベローチェなので一番トップグレードで、純正ブレンボ車なんですよ。だブレンボキャリパーを外にちょっとこう逃がすのにフロントはこういうカラーを挟んで、専用のロングボルトでキャリパー固定となります。リアは、こちらの、専用ブラケットですね、こちらを使って、キャリパーを外にオフセットしてビッグローターキットを入れるというこういう内容で進めていきます。はい、では慎重にやっていきます。はい、H 様の、アルファロメオジュリエッタですね、ローダー交換完成しました。うわー、見てください、これむちゃくちゃかっこよくないですか。このね、アルファロメオのこのブレンボ製のビッグキャリパーね、赤キャリパーは純正なんですけど、ビッグローターキットね、これなんだ、ブラックサーフェイス加工っていうのをしてるので、今黒なんですけどね、これパッドで削れるとシルバーになります。で、ツーピースローターなので、ベルハウジング、これがゴールドでね、この赤とゴールドの組み合わせはやっぱり最高やなと思います。で、リアも同じようにビッグローターにしてますんで、このクオリティ、素晴らしいです。はい、じゃあタイヤをつけて、完成させてい、きますね。はい、ジュリエッタ、ホイール装着完成し、今の試運転もね、させていただきました。ローターの、ブラックサーフェイスコーティングもね、今綺麗に落ちまして、シルバーが出てきましたね。しかしね、このホイールをね、以前カーボン水圧洗車をね、させていただいてるんですけど、このカーボンホイールからのこのローターキットのかっこよさ、たまらない。このベルハウジングのゴールドがまた赤キャリパーと似合ってますよね。余談ですけどね、僕昔ね、若い頃にアルファロメオの156フルカスタムしてたんですけどね、ブレンボの GT キット入れてたんですよ。で、フロントがね、ただワンピースローターやったんですよね。これをね、2ピースに変えたくてね、ただ当時お金がなくてできなかったな。この仕様に憧れてました。はい、素晴らしい 足元に決まったね、ジュリエッタ、これはかなり羨ましい仕様です。はい、いつもカスタムありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、こちらは京都からご来店いただきました、スバルのプレオですね、内外装のね、水圧洗車で、ご依頼をちょっといただきまして、完成したパーツがこちらです。メーターパネル、これカーボンタイプ2スモークの水圧洗車ですね、綺麗に仕上がってます。で、インパネのエアコン操作パネルとパワーウィンドウスイッチがフォージドカーボンですね。で、リアのハッチの、ゲートの取っ手ですね、こちらも、カーボンタイプ2スモークで、給油口だけちょっと遊び心満載のスカルファイヤーというね、こんな感じで、今早速バラして交換をしていきます。はい、じゃあ進めていきます。はい、 N 様のプレを、水圧洗車パネルの取り付け完成しました。まずこのエアコン操作パネル、こちらはフォージドカーボンで、水圧洗車コーディネートしております。で、フォージドカーボンはもう1点、パワーウィンドウスイッチパネルですね、ここもさせていただいてます。このね、新世代カーボンの、独特のこの感じね、おしゃれだと思います。はい、で、メーターフードですね、これはね、綾織の、一番人気のカーボンタイプ2スモークで水圧洗車してるんですね。でね、この非常に立体的な形状なので、上のこのひさしというかこのフードの部分と下側のメーターの周りね、これ分割でさせていただいてるんですよ。もう分割面もほぼわからないぐらいのクオリティでできてるんですけどね、実はここで、マスキングをしてね、上と下で分けてこれ水圧洗車2回施工してます。こうすることで非常にクオリティ高くできてますね。で、このカーボンね、このステアリングもね、こういうバックスキンのね、すごいスポーティーな、ディープコーンタイプでね、交換されてるんで、すごいこう、レーシーな雰囲気になりましたね。あとね、もう1点、マッキナのオーダーフロアマットも一緒にご注文いただいてましたんで、このオレンジと黒のチェック、これもね、ドア来た瞬間むちゃくちゃ華やか、いい感じで決まりましたね。こんなレーシーな車内になりましたよ。そして外装はちょっと遊び心、
先ほどもご紹介したね、この給油口の蓋ですね。これをね、スカルファイヤーなんですけど、わかるかな？ここにね、ドクロの顔がいるでしょう。ちょっとこういう、わかる人にしかわからない。しかもこの給油、これ閉めてしまったらね、何も見えないというね、こういう遊び心でやっております。で、リアのハッチのこの取っ手ですね、ここもカーボンタイプ2スモークで綺麗に水圧洗車をしてますね。こんな感じで仕上げさせていただいた N 様のプレオになります。あとね、そう前回ね、このフォグカバー、ここもカーボンタイプ2スモークにしてますわね。こんな感じで軽自動車ね、本当にあのパネルも外しやすいですしね、こうパパッとこう外していただいて水圧洗車させていただいて、こうやって組み付けるといいですよね。面白いです。はい、あの京都からね、本当ご来店いただきましてありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、またまた素晴らしいクオリティのタイヤホイールですね。これはね、ワークフェアの時に売れた、ワークグランシーファーの CCX ですね。でね、これ特注カラーのトランスグレーポリッシュ。もともとね、グランシーファーにはこの色設定ないんですけども、特注でこの色にしてくれてますね。で、ピアスボルトはブラック仕様です。で、このダイヤホイールをつけるのはじゃんじゃーん、京都からお越しいただいてますキックスですね。日産の車です。今ね、こういう純正のワンピースホイールつけてるんですけども、これがグランシーカーに変わるというね、3ピースなので、ね、高級感マックスになると思います。はい、では早速やっていきます。はい、京都からご来店いただきました F 様のキックスですね、タイヤホイール取り付け完成しました。じゃん。このね、細かいメッシュの CCX、 これね、まあいつも言ってるんですけど、個人的にツボなんですけどね、さっき言ってましたね、特注カラーのトランスグレーポリッシュ、これがね、なかなかいい味出してるかなと思います。このね、白ボディでちょっとこのメッシュデザインがね、こうダークな感じ、ワントーン落ちた感じがすごいおしゃれかなと。ものすごい似合ってますよね、ほんまに。でね、3ピースでね、なかなか面を出すのは大変なんですけど、これまだノーマル車高なんですけどね、ドンピシャ面1です。素晴らしいね。せっかくマッキナまでね、来ていただいて、こうホイールをね、買っていただく意味っていうのは、やっぱりこういうところにあるのかなというふうに思いますね。ちょっとね、細かい足元のね、ちょっとした加工とかね、セッティングがいるんですけど、ちょっとそれは極秘なのでなかなか言えないのですけど、きっちり決めさせていただきました。はい、 F 様いつもありがとうございます。はい、こちらはいつもカスタムをしていただいてます、H 様のアバルト595ですね。今のいろいろメンテナンス作業のご依頼をいただいておりまして、オイル交換で、まあ、ブレーキパッドの点検、車庫帳の点検とかね、そこら辺をいろいろさせていただきます。はい、では慎重に進めていきます。こちらのアバルト595は、以前ね、カーベイのバージョン1車庫帳を付けさせていただいてます。アバルトってね、すごくこうぴょんぴょん跳ねる、特に後ろかな、後ろが跳ねやすい構造なんですよ。でね、なんでかっていうとね、まあ、ストローク量というのがね、比較的少ない車で、アームね、左右つながってる足回りなんですよね。で、この前支点、シャーシここにね、前支点で、後ろがこう動くんですけども、このショックがね、すごく斜めについてるっていうのが、まあまあ一つの問題なんですよね。こんな角度で、これでストローク量を稼ぐんですけど、どうしても跳ねやすい構造なんですよね。で、特に軽いコンパクトカーっていうのもあって、こういう構造なんですけど、まあその中でもね、このカーベイのショック、これは素晴らしくて、純正はコニーの足がよくついてるんですけども、結構ね、まあスポーティーなんですけど跳ねます。ただカーベイにするだけでものすごくしなやかになるんですね。だからカーベイをマッキナでは一押しです。はい、はい、今アバルト595オイル交換でオイルを抜いていきます。もうすでにアンダーカバーは取り外してね、今からドローンを緩めてオイル交換です。オイルがね、飛び散るかもしれないから、このペール缶でしっかり受けますよ。
飛び散らないでよ。あ、いけるわ。はい、これでねしっかり抜いていきます。あとね、暴るとね、余談なんですけどね、皆さんこれ知ってました？これ江戸君ここ映して、この駅間に、触媒下からの駅間にね、ちょっとこれまあ汚れてるからあれやけどね、白なんですよ。これ白塗装してんの、アバルトって純正で。これなんか耐熱のなんか意味があったと思うんやけどね、ここだけ白なんですよ。いちいちおしゃれやね、ここらへん。さすがアバルト、イタリア車。はい、そんな感じできっちり抜いていきます。はい、アバルトね、ワコーズのEX クルーズのオイルを注入していきます。アバルトね、これも余談なんですけどね、こういう時しか説明できんから、今日ね、あのオイルエレメントは変えないんですよ。変えないんですけども、この下にね、ターボパイプの下にエレメントおるんです。だからエレメント変える時はむちゃくちゃ大変。ターボパイプここ外して、ウォッシャーのこのノズル、これをずらして、この下からね抜き取るというね、これすごい大変です。またね、アバルトのエレメント交換するときはまた動画撮りますわ。一回見てください。びっくりします。だからこれだけはね、結構工賃をいただくんですけどね、こればっかりはすいません。はい、では引き続きやっていきます。はい、H 様の、アバルト595ですね、メンテナンスが完成しました。で、ちょっとね、こちらのアバルトもマッキナのあのエアロキットなどをねフル装備されてますんで、 YouTube でご紹介します。まずフロントリップからいきましょう。これはね、マッキナの誇るフロントリップでして、非常にね立体的な形状、フラップタイプなんですけどね、非常に立体的でね、すごく考えてまして、こう、まあ、正面からの、アングルで、このセンターですね、ものすごいこう上に上がってるの分かりますかね。これでまっすぐお店に入ってもすりにくい。で、しかもこの左右の角のとこですね、逆エッジでえぐってるので、斜めにゆっくりお店に入ってもすらないというね、こういう素晴らしいデザインにしてます。で、基本的にこうフラップタイプですんで、すごいスポーティーなデザインで、この左右は立ち上げてエアーがちょうどここ抜けるように工夫してます。で、オーバーフェンダーですね。これは前もあのうちのデモカーのね、時にも紹介したんですけども、マッキナのね作り方、基本これ貼り付けなんですよ。で、オーバーフェンダー外側に約25ミリで、アーチ下げって言うんですけど、ここのフェンダーのここですね、ここも純正のフェンダーから約1センチ下げてるので、まあ、この車ね、車高上で下げてるんですけど、ノーマルの車高でもね、そこそこ、見栄えはいいです。ホイールハウスはちょっと埋まってきますね。そういう形でデザインしてます。で、まあね、今うちのエアロというのは、3D スキャンって言いましてね、車を一回パソコン上にデータ取り込んでスキャンをするんですよ。で、3D プリンターで切り出したものがエアロのマスター型になるので、まあフィッティングが最高なんですね。昔のその職人さんが手作りで作ってたエアロとはもう全く違うんです。ですから、実はこれあの両面テープでね、超強力な 3M の両面テープで貼るんですけども、ガッチガチです。すごい剛性感あります。で、ホイール、このオーバーフェンダーで外に出してからのホイールなんですけど、まあ、うちのデモカーとかこちらのお車そうなんですけど、8.5J を入れ込むんですね。で、これはね、ワークのグランシーカー、あ、ごめんなさい、ワークの普通のシーカーの方ですね、のニューモデルで、シーカー MX で、この独特なね、ディスク形状をしてまして、中央のメッシュと外側のスポークでね、こう2段に、2段というか二重になってるようなデザインのディッシュですよね。で、センターはシルバーで、リムはブラックアルマイト、こういう形でコーディネートしてます。で、さっき言ってました、こう貼り付けフェンダーなんですけど、タイヤね、これかなり引っ張ってるの分かりますかね。リムが黒やからちょっと分かりにくいですけどね、こうやってタイヤを細めで引っ張ることで、きっちりすらずに走れるという、こういう世界観でコーディネートしています。
はい、で、サイドステップに行きましょう。サイドステップもフラップタイプで、基本的にね、この先ほどご紹介したフロントからのつながりのラインをかなり意識したものです。フロントの、リップがこう左右立ち上がってるでしょう。それに合わせて、サイドステップもフロント側を立ち上げて、そのまま自然なラインでずっと外に行くと。でリアのこの、とこだけねちょっとだけ張り出してます。でこのまま自然とリアのオーバーフェンダーにデザインがつながっていくんですね。こんな感じです。あ、ちょうど今前に映りましたね、うちのデモカー、通称ゴンタ君。これとねほぼ同じ仕様です。かっこいいですね。はい、で後ろからのリアビューがこんな感じですね。こちらも18インチでほぼほぼつら位置で、綺麗に決まってます。でもう一つね、うちの製品といえばこのリアの、リアゲートウィング、これもすごい人気ありまして、上面はほぼほぼ、地面とフラットですね。ですごい立体的になってまして、下側はものすごい湾曲してえぐってます。すごいシャープな印象ですね。でアバルトのエンブレムとこはきっちりくり抜いて、綺麗に成形していると。こちらもね、貼り付けだけでものすごい合成感です。はい、こういう H 様のアバルト595ですね。でこちらはね、もともと白と黒のバイカラーでの、ツートン仕様のツーリズモになります。こっちがねうちのゴンタ君、これはねツートンなんですけど、上はこれね 3M のミッドナイトブルーっていうのでラッピングなんですよね。こんな感じです。こちらスーパースターの18インチが決まってる車ですね。はい、まあね本当にこの常連さんの、H さんですね、このゴンタ君を見てこんな感じにしてくださいという形でね、ご依頼をいただきありがとうございます、ね、もうこれで数ヶ月1年弱か乗ってはるんですけどもね、非常に気に入って乗っていただいてますね。あ、そう、ほんで車高調、これはカーベイのバージョン1で下げてますね。本当にアバルト今日もね問い合わせ実は2件先ほどあったんですけども、アバルト595で車高調すごい、悩まれてるんですよね皆さん。で、まあ、ちょっとコストパフォーマンスの高いねラルグスというところと、カーベイの車高調の違いとかね、いろいろその説明をさせていただいたんですけども、まあ、皆さん、このカーベイの、ね、乗り味1回乗ってみてください。うちのデモカーもね乗っていただいて結構です。びっくりしますよ。本当にしなやかに街乗りすごい楽にで楽しくドライブできるようになりますんでね、やっぱりカーベイのこのしなやかさはこのアバルト そのストローク量の、少ないお車でもねすごい有効なので、一回ね、カーベイ入れていただきたいなと思います。はい、H 様いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。またね、皆さんのカスタムの参考になればいいなと。またね、こんな YouTube 見て、問い合わせどんどん、いただけたらありがたいです。はい、それではまた次の動画まで。さよなら。